今日参議院選挙が公示となりました。物価高、ウクライナ危機など多くの困難を抱える中、日本の未来を断じて守り抜く、切り開くとの決意で公明党は日本を前へ進めてまいります。埼玉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡、7選挙区全員当選、比例区800万票獲得、7人当選を目指して全力で頑張ってまいります。どうか皆様の絶大なるご支援を公明党に賜りますよう心よりお願い申し上げます。頑張ります。よろしくお願い申し上げます。